はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、強い苗のね作り方っていうところですね、ちょっとね実験も兼ねてですね、皆さんにねご紹介していきたいと思います。先日ね、僕はねキャベツとかブロッコリーですね、種まきをしました。一般的にこの時期ですね、種まきね、7月から8月、まあ遅くてもね9月ですねに種をまいていけばですね、ちょっとずつね、冬にですね美味しいねブロッコリーとかキャベツですね、あと白菜もね8月頃になったら種まきができます。はい、になります。なので皆さんもね、まあちょっとしかね育てない方はホームセンターで苗を購入してやっていけばいいんですけれども、たくさんね、まあ4株とかですね、はい、そのぐらい以上ね育てたいという方は、だいたい1株ですね、今ねホームセンターに行くと100円とかですね売られて、高いところだとね200円ぐらいでね売られています。なので4株買ったとして、高いところだと800円、もしくは、100円だと、まあ、400円ですねかかります。なのでせっかく買うなら種もですね、1袋だいたい300円とかね、200円から400円ぐらいしますので、たくさんね育てる方にとってはね、種から育てるとねいいのかなと思います。そんな種からね育てるんですけれども、はい、今回ですねちょっとねカルシウムですね、結論から言ってしまうと、カルシウムで、しっかりと茎をですね強くして育てていく方法、あとは計算ですねが含まれている肥料を入れて育てていく方法、あとは一般的に種まき培土ですね、まあ、全部種まき培土で植えるんですけれども、種まき培土でね植えるバージョンですね、それでその3つですねによって成長にね違いが出るのかっていうところですね、ちょっとね検証がてらですね、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、今ねブロッコリー、キャベツですね育てているところになります。こちらがブロッコリーになりまして、こんな感じで、はい、元気よくですね成長していまして、こちら葉っぱの色が若干こう茶色っぽい感じにはなってるんですけれども、これがキャベツですね、赤キャベツになります。こんな感じ。そして今日はですね、ちょっとね実験がてら、こちらにですねちょっと、両面散布って言って、葉っぱにですね本来は薄めて使うカルシウムみたいなものですね、ダーウィンっていうねものがあるんですけれども、こちらを使ってちょっとねこの葉っぱにですねかけてね見たいと思います。粉を、まあ、石灰みたいなね感じですね。あとはホームセンターでカキ殻石灰とか有機石灰とかですね置いとくとね、巻くのもね一ついいのかなと思います。こんな感じで葉っぱにちらっとねちょっとねかける感じですね、パラパラって、はい、こんな感じです。こんな感じ、気持ちかける感じ、ちょっと実験って形なので一列ですね、こちらにずらずらずらっとね巻いてみたいと思います。これ雨とかね水やりした時にですね流れ落ちますので、こんな感じでねちょろっとねやるようなイメージでね、はい、かけておきましょう。これですねカルシウムですねかけることによって成長が、葉っぱがね強くなるともね言われていますので、はい、そんな感じでね少し実験をねしていきたいなと思います。あとは、本葉がですね出てきて3枚ぐらいになってきたら、茎ですね、根っこは取らないで茎をカットして、そして水に挿してまた根をね張らせるんですね。そうすると病害虫にも強い、苗がねできるということなので、そういったのもね実験してみたいなと思います。はい、楽しみです。ここ4列ですね、縦にねやっています。そしてイメージとしてはねこんな感じでね育てています。はい、こちらですね、計算というね肥料ですね購入してきました。 PK 計算というもので、これはですねリン酸とかね実をねつける肥料であったり、カリ根っこをね丈夫にしてくれる肥料であったり、計算はね葉っぱとかですね茎ですね抵抗力を高めて気象変動にもね強くなるというね言われている肥料になりまして、苦土はですね土の酸性度をねよく、アルカリ性寄りにしてくれるですね、よく雨降ると酸性
寄りに土にね傾きやすいんですけれども、こういうのをね使うことによって美味しい丈夫な野菜がね作れるということで、これ一般的にはですねお米で使われていくねものになるんですけれども、苗をね作る時とか、あと植え替えた後とかですね、はい、土の中にね置いとくだけでもですね効果がねある可能性がありますので、こちらをね使っていきたいと思います。そしてこの下の部分もね書いてあるように、水田の土作りと中間追肥ですね、追肥としてもね使えるんですね。崩壊性がよく栄養吸収抜群ということで、綺麗な粒状品でムラなくですね機械散布がしやすい。まあ僕はね機械とか持っていないので手でね巻いていこうと思うんですけれども、はい、これでねやっていきたいなと思います。じゃあ反対側、これ値段的には20kg ですね。それで2000円でね購入できました。計算は茎葉をですね丈夫にして、水田では倒れないですね。よくね水田とか見るとですね、田んぼですね、田んぼとか行くとね結構風にねなびかれてね倒れないか心配だとね思う時もねあると思うんですけれども、意外にね丈夫ですよね。これは計算がですね豊富で、肥料としてね入って育っていったりすることがね多いかったりするので、そういった意味でもですね、はい、このね計算っていうね肥料はいいのかなと思います。そしてリン、カリ、ケイ酸、クドに加え、鉄、マンガン、ホウ素、カルシウムなどミネラルが含まれているので、窒素の効きを良くし、作物の品質を高めますということで、すごくね、いいね、ものですね。はい。そして、使い方としては、じゃあ実際にですね、ちょっとね、使い方も兼ねて使っていきたいと思います。この肥料で一振りで楽々土作り。一袋に土作りに必要な成分であるリン酸、カリ、ケイ酸、クド、石灰、ミネラルが入っているので簡単に土作りができます。吸収性が良い肥料です。小さい粉にして粒状にした商品ですので、崩壊性が良く土壌と馴染みやすい、素早く根から栄養を吸収されやすい肥料ですというねもの、特徴的なものになります。じゃあ早速ですねちょっとね取り出してみたいと思います。これ20キロもね入っていますので、家庭菜園でねちょっとやる分にはですね1年以上ですね肥料としてね持つかなと思います。はい、じゃあここでちょっとね端っこをカットして、しけないようにねちょっとずつねちょっと使っていきたいなと思います。はい、取り出して見てみますと黒いものですね、黒い肥料になります。こんな感じ、すごいですね。これをではですね早速苗をね植えているところに撒いてみたいと思います。粒状なものなのでね、管理がしやすいですね。他にも計算の肥料としてはですね、イネニカとかですね、そういった肥料もですね有効だったりもねしますね。下にですね商品リンク、貼っておきますので、よければねそちらから参考にしてみてください。じゃあ今ね手前側ですねは、カルシウムの両面散布というねものですね、それをね使ってやっていますので、この2番目ですね、2番目に、ポロポロポロっとね肥料を撒いておきましょう。ほんの一つまみほどですね、一つまみほどポロポロっとね土に、はい、入れておきます。これで倒れないでね茎が丈夫になっていくことをね願いつつですね、肥料をねあげていきます。ほんのちょっと出しただけですけれどもね、こういう苗作るときですね、ほんのちょっとのね肥料でも十分かなと思います。他のね肥料成分も入っていますので、追肥ですね、苗ね作ってる間特に他の肥料はね入れなくてもね十分なのかなってね思います。水にね水をあげていけば自然とねこの粒状のものですね溶けて土にね馴染んでくれるかなってね思いますので、はい、そういうイメージでこうね育てていきたいと思います。楽しみですね。匂いはちょっとなんか甘い感じのね匂いがしますね。今肥料をあげましたけれども、こんな感じですね、こんな感じで黒いね粒がね入っていると思います。これがいいね肥料になってくれるかなと思いますので、どんどんね育てていきたいと思います。楽しみですね。今感じとしては茎のね感じはねこんな感じですね、そこまでね強いって感じではないですけれども、はい、元気よくはね成長しています。風にもね今ね吹かれていますけれどもね、大きくはぶれることなくね育っています。これが果たしてねどんな感じの
茎のね強さ、倒れないでね、風が吹いてもね倒れないぐらいのね強さになるのかね、ちょっとね、見比べていきたいと思います。イメージ的には一番手前が、カルシウムの両面散布でやっているもの、これが計算を入れたもの、これは特に何もしていないものですね、2つ、はい、これで、ね、ちょっとね見比べていきたいと思います。はい、今ですねこれね下に落ちてしまった肥料に、ね、なりますけれども、お水で、ね、当たるとねこんな感じでね簡単に溶けますね。すごいですね、肥料効果としてね結構ね分解が早くてですね、はい、なりそうです。いい感じにね効いていきそうです。はい、今ですねこのように、ね、育っています。どうでしょうかね、一番こちらで左側が、カルシウムをね上げたところで、これが計算ですね、そしてこれが何もしてない種まきバイトで育てているところになるんですけれども、そうですね、成長にどうでしょうかね、違いがありますでしょうかね。こんな感じ、若干強いて言うなら茎の太さとかね見ると右がねちょっとね細いかなと思います。やはり左側計算入れた方がなんか茎がピンとね立ってるようなそんな感じがありますね。はい、なんか強いなっていうね感じがあります。これもうちょっとね様子見ていったらさらに違いが出る可能性ありますので、引き続きですねちょっとね様子を見ていきたいなと思います。うん、いいですね、でも全部ね順調に育っていますのでね、この調子で育てていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね、こんな感じでですねちょっとずつですけれども違いがね見えてきました。やはりですねあのカルシウムとかですね計算ですね、特に計算を入れた、ものはですね苗はねすごい丈夫にね育ってきているなんていうね印象があります。はい、もちろんね種まきバイトだけでもですね、はい、全然ね育ってはねいくんですけれども、よりですね成長よくですね、安心して病気にもね強いですね苗を作っていきたいよって方はですね、計算系のね肥料とかカルシウム系の肥料をね入れて育てていくとですねより、いいのかなって思います。はい、よければね参考にしてみてください。でまたねこのね続きですね、どんな風に成長していくんだろうなとかですね、あと植え付けもですね9月頃になりましたら植え付けてねいきたいと思いますので、チャンネル登録とね通知ボタンを押しておいていただけるとそういった情報もですねあなたの元に届きますので、よければねよろしくお願いします。はい、また質問とかありましたらこちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。